今日はこちらの新型のシビック EHEV、 私も非常に乗りたいと思っていた車なんですが、こちらの車の試乗インプレッションをしていきたいと思います。でこの車のハイライトは何といっても、これからのホンダの中核を担う新エンジンです。そちらを中心にこの車の動力性能を主にご紹介をしていきたいと思います。でこの車は LFC という新しい EHEV の2リッターのエンジンを搭載したということで、ユーロ7、それから北米ですとレブ4の排ガス規制を通すという2030年の排ガス規制に対応したエンジンになっています。で、あとほどエンジンについての細かな詳細についてはまたレビュー動画でもご紹介しますし、以前も新エンジンご紹介させていただいたんですけれども、実車を見ながら今回はご紹介をさせていただくつもりですので、そちらを見ていただければと思います。で、主に今日はこちらのシビック EHEV の動力性能、運動性能、その辺を主に見ていこうと思うんですけれども、今こうやって止まってるんですけれども、止まってる状態でエンジンがかかるということがほとんどなくなりました。で、これは今回リチウムイオンバッテリー自体の容量というのは72セルで変わらないんですけれども、ホンダが今までリチウムイオンのバッテリーの劣化というものをある程度気にした上でバッテリー残量というのをある程度残していたっていうのがあります。ギリギリまでバッテリーを使ってしまうと劣化をしてしまうということがありましたので、でも今回ホンダはその劣化というバッテリーの寿命というのをある程度予測できるようになったということもあって、ギリギリまでバッテリーを使えるようになったというのが今回この EHEV のハイライトで、こういった走りにおいて反映されている点になります。で、ほとんどエンジンがかからない、今エンジンかかってるんですけれども、ほとんどエンジンがかかりません。少なくとも止まってる時はほぼエンジンがかからないと言っていいような状態になっています。今エアコンを入れてるんですけれども、エアコンを入れていてもほとんどエンジンがかからないということは、春先であるとか秋になった時に、ほぼほぼエンジンがかからないと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、バッテリーを使い切るといった制御に今回切り替わっているというのが、この LFC のまず走って実際乗ってみて走った時の大きなポイントになります。で、2つ目はまず次はこの車に乗ってみると EHEV の大きな革新的な進化を感じることができるでしょう。非常に車のこれ出力、エンジン自体は141馬力で出力が4馬力ダウンしてるんですけれども、トルクは182ニュートン、以前が175ニュートンだったと思うんですけど、182ニュートンということでトルクが今回上がっています。なので瞬発力としては非常に高くなっているというのが、予測されるというところがまず一つあります。で、クランク、コンロット、それらの剛性を上げる、ステッパーゴンでは NV 対策という意味でクランクの剛性を上げるということをしていたんですが、こちらのシビックはトルクが上がってますので、島内圧力 PMAX というんですけども、島内圧力、最大視圧が上がっていますので、剛性の確保が必要だということで、コンロットとクランクの強化が図られています。なのでもちろん NV ということでエンジンからの放射音、エンジン騒音というものも抑えられているんですけれども、同時に出力向上ということにも寄与しているということになっています。なのでこのエンジン出力
141馬力で182ニュートンで、モーターは14というモーターは基本は変わらないんですけれども、やはり IPU それから PCU その辺の進化、それからバッテリーです。先ほども言いましたが、バッテリー自体のその使い切るという寿命予測がある程度、まあ、できるようになったということで、まあ、今まではセーブしていたっていうのが現状だったんですけれども、まあ、劣化をできるだけ促進させないということがもちろん商品性の価値として重要なことではあるので、まあ、劣化をさせないということに対して重きを置いてたんですが、まあ、そこがまあ、ある程度ホンダの中では構築できたということで、バッテリーを使い切るという方向になったということなので、もうそこがとにかく走りという意味で大きく変わって、バッテリーをとにかくこういった低速において、まあ、高速、まあこれから走りますけども、こういった一般道においてはとにかくバッテリーを使い切る。エンジン自体はこれは全域ストイキメトリーということで今回お伝えしているんですけども、実は中速域エンジンの負荷に応じるところもあって、中負荷領域において全域ストイキメトリーということになってます。なのでエンジンのこの下の領域、意外と軽負荷の領域においては BSFC 自体はやはり悪いっていうのがやっぱりあります。でこのエンジンのハイライトはとにかく中負荷高負荷領域でのストイキ燃焼を実現させたというところがありますので、まあその辺をできるだけエンジンで使い切る。で下の慣れないエンジンの得意じゃない部分に関してはモーターでアシストするということで、でこのリチウムイオンバッテリーをフルに使い切るという制御に変わっているので、もう走った感じというのは全く別物の車になっています。もう今までの EHEV とは全く思えない。で今これから高速に入っていくんですけれども、ここがまたこのシビックの、まあ、このシビックの特性ということになっていくんですけれども、これが今度ホンダの中核のエンジン、まあ、これからのホンダの中型車に乗っていくということを考えると、ものすごくこうワクワクする。でこうやってステップ、この擬似的に変速してくれるというところも、ものすごく車がピュアです、正直言って。でこれもうカタログのスペックなんてもう当てにならないよねっていうところが正直なところなんですけど、これです。っていう、もう今までのこうホンダの車とはもう全く違う車になってるっていうことです。で僕もこの EHEV の LFC のシビック、まあ、マクロするんですけども、正直これに悩んでたっていうところがありました。だからステッパーゴンどうしようかなっていうところもあったんですけど、いやーこれもうね、はっきり言いますけど、もうね100倍シビックのがいいですっていうか、まあもちろんねカテゴリー違うんですけども、これエンジンが全然、基本骨格は同じエンジンなんですけど、全くエンジンの面白さが違うっていうことですね。で出力動力性能も全く異なるということになるんで、いやこれ制御がこれだけ変わるの、制御が変わっただけでこれだけ車のパワーユニットの特性が大きく変わるっていうことにものすごく僕びっくりしてるんですけれども、インサイトも結構こういった感じだったりするんですね。で FCX のクラリティなんかもこういった走りをしてくれるんです。結構電気自動車っぽくて、まあ、当然ながら車も軽いっていうこともありますので、バッテリーで走る EV で走るその巡航可能距離ってものすごい長いんですけど、これはもうねそれの上を行ってるっていう感じですね。でさらに、まあ、このシビックが出たことによって PHEV なんかもより進化していくと思うんです。巡航可能距離がまあかなり伸びているという現状があるわけなんですけど、より一層巡航可能距離が伸びていくであろうということが、まあ、予測されるわけなんですけれども、これもうハイブリッドっていう感じではないですね、正直言って。もう本当に電気自動車みたいな、でも電気自動車なんだけども、この電気自動車でありながらなんかあたかも NSX みたいなピュアな走りを感じる。でこれ普通のノーマルモードですよ。
で、スポーツモードにするとより一層このリニアシフトっていうのが変わります。いやこれもう黙ってたらスピードがものすごくねすぐ乗っちゃうんで、結構おまわりさん気をつけないといけない、まあそのぐらいの走りです。もう車が、いやーこれね、外人北米オブザイヤーっていうことで、まあ、ガソリンエンジンはこのシビック自体が北米オブザイヤーを受賞したわけなんですけれども、なんで日本でこれ売れないのかなって思っちゃうぐらい、でもこの車が出たことによってまた日本でもこのシビックの EHEV、 そのセダン C セグメントのこのセダンっていうものがまた売れるようになるんじゃないかなって正直思います。僕ぐらいの世代ですと、まあ正直もうやんちゃ世代ではないわけなんですけれども、この車はそのでも大人でもまだちょっとこうやんちゃしていきたいなって思うような、でももうちょっと年齢もあるし子供もいるからねっていうことで、なかなかやんちゃな車乗れないっていうこともあるかもしれないんですけど、この車はね両方達成してくれます。やんちゃな車でもあるし、すごくプレミアムで上質な走りをする車でもあるんですけれども、はたやすごく車がピュア、ここです、すごいあの上はねさすがに、まあでも伸びます、相当結構伸びます、上は伸びますけれども、今までは割とこう頭打ちなところがあったのが、上がかなり伸びるようになった。で下の瞬発力というのはもうバッテリーの電力をとにかくいかんなく使うということもあるから、もう全然別物になってます。トルクは315ニュートンというのは変わらないかもしれないけれども、その315ニュートン出てるその出し方ですよね、そこの瞬発力っていうのがもう全く違うということかと思います。でこれは LVFC って VTEC が今回廃止されています。全て VTC の制御になっているっていうことがあるわけなんですけれども、でもこの車はとにかくハイライトなのは DI であるということです。新しくまたこの LFC になって DI になった、かつ多段噴射になった、で高圧噴射であると、35メガパスカルというガソリンとしてはもう異例の高圧噴射になったということです。で高タンブルでより均一横合燃焼ができるようになったっていうことです。そこがこの車のエンジンのハイライトであり、かつ中負荷高負荷領域において、中負荷領域ですね、においてストイキ燃焼を実現するということで、この中負荷高負荷領域の燃費が非常にいいということですよね。でもこれだけスポーティーな走りができると、まあ、いうことがものすごくその今までのその車の概念を大きくこう覆している車と、まあ、いうことになるわけです。 N1 の RS の 6MT もやっぱりこれまでのホンダのスポーツのトレディショナルだよねっていうのがあったんですけど、これはもう今までのホンダのトレディショナルというのじゃなくて、また新しくホンダのスポーツの価値、新しく生まれ変わって出てきたっていうことです。今までこういった車がなかったので、これがこれからのホンダのスポーツ、ハイブリッドスポーツになると。うわーすごいです、これはね面白い。まあ、NSX みたいにこうドカンと来ないんですけど、でもねなんかこう NSX じゃなくても全然満足できる、これ400万ぐらいの車なんですけども、いやこれねすっごいいいです。まあ今日全然話がまとまってないんですけども、まあとにかくまずこれファーストインプレッションで私こう乗せてもらって、とにかくこの車の楽しさ、タイプ R が今度出てくるんですけど、タイプ R ってもうある程度どういったキャラクターの車なのかっていうのはもう分かってるっていうのがあると思うんですよ。でもこの EHEV のこのシビックっていうのは今までのホンダの車のバリエーションになかった、またそのピュアなスポーツの
カテゴリーになると思うんですよね。今までなかったホンダのスポーツのバリエーションがまた一つ新しい価値としてこう出てきた。これトヨタの車にもなかったような走りです。トヨタの車には全然ない走りです。これは、まあ、今まではだからトヨタがいいよねホンダがいいよねみたいな、あの THS2 がいいのか EHV がいいのかっていうような話程度に収まったんですけど、もうねここまで車が変わっちゃうと、もう圧倒的にもう EHEV だよねっていう、やっぱりエンジンのホンダだよねっていう、もうそういった価値観の中に支配されてしまう、そういった車になってます、正直。で、僕自身、この車、もうマニュアルか今度じゃ、こっちは、ゲート式の、こちらボタン式の、まあ、オートマ2ペダルになるわけなんですけど、もうマニュアルがいいのかこの EHV がいいのかっていうと、ガソリンのオートマがいいのかマニュアルがいいのかっていう、もう価値観とはねまたね別です。で、僕はマニュアルよりもこの EHV、 マニュアルも好きなんですけど、これ別にマニュアルじゃなくても EHV で十分に満足できる。最後にもう一回加速していきたいと思います。これパドルで変速できたらすっげえ楽しいだろうなと思うんですけど、あくまでもパドルはこれ減速回生ですね、回生力を高めるための減速シフターになります。いやこれはねやばいです、本当に正直言って。これはね完全にねスポーツカーですね。 EHEV だからって言って、まあ、ちょっとスポーツしてる程度なんだなっていうね、そういうねレベルじゃないです。ちゃんとトルクももちろんあって、瞬発力も今まで通りあるんですけれど、上の伸びも今までとは違った伸びというものをしっかりと実現している。いやこれはまた新しい価値というか、いや本当にこれね欲しいです。もうこっちにしようかなっていうのをボクシー解約してこっちにしようかなっていうぐらい、いやこれだったら某店長に言ってこれくださいってちょっとねはっきりと言えるかなっていうぐらい、これはねいい車です。正直今ちょうど高速の料金所の手前止まりましたけれども、見ていただくとこれだけ加速して加減速していて走ってきてるんですけれども、エンジンが全くかかりません。で今平均燃費としては 14.7 です。そこそこ踏んで走りましたけど、それでも 14.7 です。 WLTC モードだとリッター24キロですね走りますけど、まあこれまず乗り出してまだ24キロぐらいの状況なんですけれども、いやーこれねいいわこれいいわこの加速、この瞬発力っていうのも FF だからこんなトルクあったらもうコイルスピン車ってこいあの路面にトルク伝わんないじゃんって思うんですけど、いやーこれすごくねトラクションもいいです。正直アルピーゴのステッパーゴ乗ってる時はやっぱりねあのトラクション不足すごく感じたんです。でもこれやっぱりシビックのプラットフォームが乗ってるから、あのタイヤもね235っていう極太タイヤ履いてますので、やっぱねそういった意味では、でこれミシュランのパイロットスポーツ履いてるんですね、プライマシー4履いてますんで、まあ、そこそこのグリップタイヤハイグリップタイヤ履いてるんですけど、やっぱねそういうのもあって後ろがマルチリンクだったと思うんですけれども、マルチリンクのメリットっていうのがすごくあって後ろのアンチスクウォートっていうアンチスクウォート力っていうものを使うことができるんです。要するに後ろがこう沈んでしまう、 FR の足回りはダブルシボンだったりマルチリンクだったりする理由っていうのが、まあ、後ろで駆動すると後ろがこう沈み込みます。そうすると沈み込んでしまって反力かからないとトラクションが伝わらないっていうのもあるし、乗り心地が悪いっていうのがあるわけなんですけども、まあそういった意味でもこうアンチスコート力を使うということでダブル脂肪になったりマルチリンクだったりを採用されるっていうことがあるんですけど、これは FF だけどもやっぱ後ろのこう浮き沈み、マルチリンクなので浮き沈みが少ないで、フロントのトラクションがこうかかるということに
多分寄与してるんだと思うんですけど、この315ニュートンのトルクっていうものをしっかりと受け止める車体になってるから、別に FF でもこのユニットトルクこれがありすぎるっていうことはねないかなって思います。今のところホイールスピンって全然してないので、まあ08からだともちろんポーアクセル全開するとスタビリティコントロールを切っちゃえばもちろんホイールスピンはするんでしょうけど、でもね全然トラクションがねすごくねいいですね。全然こう空転するような感じっていうのも一切ないから、すごくこの車体とこのね EHV ユニットっていうものがものすごくね合ってる。本当にいやこれはねすごくねいい車です。正直言ってで、こういった下道においては今までは高速道路では全域ストイキメトリーということで、エンジンをとにかく中負荷高負荷をぶん回して走ろうよというのが一番こう効率が良かったわけなんですけども、今度この下道に来るともうこの二面性っていうのがこの半端なくて、もうエンジンかかんないですほとんど。でこれ今バッテリーの残量自体は見えないんですけど、エンジンが全然かかんない。まあエアコンよりも暖房の方が電力の消費量としては激しいんですけれども、全然エンジンかかんないです。だからこういった二面性があるから、まあ僕ぐらいの年代40半ば後半ぐらいの人でも全然こう受け入れられる車だということですね。タイプ R になっちゃうとやっぱりガソリンエンジンだっていうことがありますので、やっぱりこうどうしてもある程度その快適性というのはもちろん今の車なので確保されてるっていうところはあるんですけれども、 EHEV のこの静粛感、この二面性っていうものを知ってしまうと、もうこの45歳半ばぐらいの人間にものすごくこうマッチする車になってるということで、僕はもうタイプ R よりもこの EHEV の方が全然いいなって思いました。これまあサーキット出しるとちょっとこう上の伸びが足らないっていうところがあるから、そういった意味ではちょっとこう物足りなさ、ガソリンに対してのちょっと物足りなさっていうのはもちろんこう残るかもしれないんですけれど、でも瞬発力っていうものはもう全然申し分ないぐらいにありますんで、まあそういった意味においてはものすごくこれは楽しめる。とにかくこれワインディングとかで走ったらものすごく楽しい車だろうなって思ったりするわけなんですけども、いやこれはねいいです。とにかくこれワインディングベスト、ワインディングまでをとにかく攻める、まあサーキットでも全然これ走って楽しい車になると思うんですけれど、まあとにかくもう街中で使うっていうことを、公道で乗るっていうことにおいてはもうすごいいかんなく楽しめる車になってんなっていうことをものすごく、まあ、僕自身感じた次第になります。まあ、EHEV なのでこのようにちゃんと車線、路外逸脱、ブラインドスポット、踏み間違いの衝突ブレーキだとか衝突軽減とか、もうそういったものもしっかりと、まあ、ついてますんで、いやこれはねちょうど燃費がまた 15.4 まで上がってきましたんで、こういった下道の混んでる道とかですと、もうとにかく何回も言いますけれども、今回このリチウムイオンバッテリー自体がフルに劣化寿命を予測ができるようになったので、フルにバッテリーが使えるようになったということですね。まあ、そこがものすごくこの経済性と走りとがしっかりと両立されてる、まあ、車になったと、まあ、いうことで、いやこれはもう間違いなくね買いです。この車は本当にすごくいいなと思いました。はい、ということで今回はこちらの新型シビックの EHEV、まあ、こちらのまずの私のファーストインプレッションについてご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っております。また最近では車のガジェット系の配信も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。